ヨハン・クリスティアン・シーファーデッカーは、ドイツの作曲家、オルガニスト。バイセンベルク地方のトイヒエルーンで、カントルの息子として生まれた。ライプツヒの聖トをマス学校で学んだ後、ライプツヒ大学で学んだ。1702年に、同郷の友人のラインハルト・カイザーに招かれ、ハンブルクのゲンゼマルクと歌劇場のチェンバロ奏者、作曲家となった。2年後、 リューベックの聖母マリア教会のオルガニストディートリヒ、ブックステフーデに学び、助手を務めた。1707年に、ブックステフーデが亡くなると、その後継者となった。後継者になるにあたって、ブックステフーデの娘のアンナマルガレータと結婚した。ヨハン・マッテゾンはこの条件が、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとヨハン・ゼバスティアン・バッハが、聖母マリア教会のオルガニストに就任するのを、 はばんだと述べている。シーファーデッカーは、フランツ・トゥーンダーがはじめ、ブクステ・フーデが受け継いだ聖母マリア教会の公開演奏会、アーベント・ムジークをさらに発展させた。アーベント・ムジークのために多くの作品を作曲したが、現存しているのはわずかである。シーファーファーデッカーの死後は、ヨハン・パウル・クンゼンが後を継いだ。彼の業績を記念して、 小惑星7881にシーファーデッカーの名が冠されている。ありがとうございます。